こんにちは、QR から勉強法著者の松原です。今日はですね、パラグラフリーディングのストラテジー、こちらの参考書の解説をしていきたいと思っています。これね、いくつか種類がありますが、やり方は共通していますので、他のシリーズのものを持っている人でもこのやり方はぜひね、実践いただきたいんですが、今回もこの参考書、ここまでやりきれば成績が上がるけども、これをやらなければこの参考書を使っても成績が上がらない、そのポイントをね、しっかりお話していこうかなと思ってます。はい。で、こちらの参考書はですね、前提条件として英文解釈の参考書を一冊仕上げているということと、あともう一つね、これ現代文の仕上がり具合によってね、やり方が変わります。センターの過去問第1問評論ですね、これで7割以上取れる人と7割未満の人によってね、対応法ちょっと変わってきますので、そのあたりもしっかり解説していきます。で、この参考書は英文読解の教材ではありながら、現代文の力も伸ばすことができる一挙両得のね、参考書ですので、ぜひね、しっかり確認していただきたいと思います。はい。で、こちらの本のね、構成としては、この別冊にですね、こう説問があります。はい。長文があって、まあ、和訳をしなさいとかね、指示語の内容を書きなさいという問題がありますが、こっちの解説の方で、めちゃめちゃ詳しくね、本文の解説と、そして説問の解説、書いてありますということです。はい。で、この参考書の取り組み方、いくつかね、大事なポイントがありますので、ぜひチェックしてほしいんですが、まず、センターの現代文第1問評論で7割以上の人っていうのはね、ぜひやっていただきたいのは、まずね、問題文を読みますと。で、ここでもしわからない単語があってもね、推測してほしいと思います。で、推測するときに、その推測した言葉はこの上にね、意味を書いておくといいでしょう。そうすると自分の推測が合ってるか合ってないかが、わかりますし、これをやることで推測力がすごく身につきます。はい。で、まず本文を読んで、で、解読していくと。そして、2番目に説問を解くんですが、この時に必ずね、回答の根拠を紙に書きましょう。これ大事なポイントです。で、これね、センターの第1問、現代文の第1問の評論が7割未満の人はね、回答の根拠ね、書かなくて今回いいです。はい。で、ここがね、大きく違いとしてね、あるポイントですね。センターの現代文の仕上がり次第で、やり方が変わるポイントです。はい。で、その理由も後で話しますね。で、まず本文を読んで、そして説問を解くと。で、その時に、解答の根拠を書くのはセンター、評論第一問で7割以上解けてる人と。そうじゃない人は、とりあえず回答をね、自分なりに埋めてください。はい。で、次に、解説入っていきますと。はい。で、今回ね、この参考書、構造の説明も若干あります。なんで、構造がもしね、少し読み取れないときは、構造をしっかり解説しているところを見てね、確認していくという作業をやってください。で、詳しくね、構造に載ってますね。はい。で、まず、一部一部の構造が正しく把握できているか、そして、本文訳を読んで意味をちゃんと正しく認識できているか、これ確認しましょうと。全部訳がありますと。はい。で、説問の解説見ていくと、まずね、センター現代文で7割以上取れている人は、自分の回答の根拠が解説とどう違っているのか、そこを確認していって、その違うポイントというのが、今回あなたが大きく飛躍できるポイントになります。そこをしっかり理解していって、そして再度解き直してね、この解説と同じプロセスで解けるようにしていくことが大事です。で、センターの現代文、評論第1問で7割未満の人は、ここでね、解説を、流れをね、しっかり確認して、あ、こういう風な順序立てで根拠を立てて回答していくんだな、ということを理解した上で、そして自分で解き直してね、同じプロセスで解けるか、ってことをぜひね、確認してほしいなと思います。はい。いずれの場合でもやってほしい最後のポイントというのがありまして、それはですね、こういうね、論理チャートが写ってるんですね。これは各段落の要約ですね。これが自分でしっかり説明できるようになってほしい。これは絶対やってほしいですね。隠してこの論理チャートが書けるようにしてほしいです。もちろん、書くときにこの本文をね、この英語の本文を見ながら書くのは当然全然 OK です。覚える必要はないんでね。これを見ながら、あ、第一段落は
こういうことが書いてあったな、大学はこういうことが書いてあったな、紙に書いてね、これと全く同じことが書けるまでね、しっかり読み込んでほしいというのが大事なポイントです。はい、でこのプロセスっていうのはね、要約を作るプロセスと全く一緒なんで、要約問題が出る人は当然やっていただきたいんですが、同時にね、早稲田などの超大量の文章を読み込む、そして処理する必要がある人にとってもね、この要約の力というのは、要は大量の文章を処理する力とイコール関係があるんですね。大量の文章も結局言いたいことはこれでしょっていうふうにこう掴んでいくってことが、この論理チャートを学ぶことでね、身についていきます。これが本当に大きなポイントかなと思いますね。はい、で当然ね、こうやってやり込んだ英文に関してはスラスラ読めるまでね、1日5回を目安に音読し、それを1週間続けていくっていう手法をやっていただきたいと思います。この参考書は学習期間の目安なんですが、まあ、10題ありますが、1日1題やって、でまあ中休み週に1日休んでもいいので、だいたい2週間ぐらいをベースにこの参考書を仕上げていくといいかなというふうに思います。ぜひね、この動画を参考にして、この参考書をしっかり仕上げていただいてね、パラグラフリーディングっていうのはもう入試で一番問われるスキーム、ノウハウですから、しっかり学んでものにしてください。今日は以上です。成績が上がらない人、学校の先生や親や兄弟、友達からお前なんか大学なんか行けるはずがないって言われて肩身の狭い思いをしてる君、あと太郎生、ぜひね、LINE アットマークに登録してほしい。この LINE アットマークに登録してもらったら、今ね、偏差値を最短で29から60に上げる勉強法の無料冊子をプレゼントしているだけじゃなくて、今君が悩んでる悩みにアドバイスを個別にしてあげることができます。でさらに今後、今君みたいに頑張っている人たちが集まっていくようなコミュニティも運営していこうと思ってますので、ぜひ LINE アットマークの方登録して、一緒に偏差値を上げて自信をつけましょう。